目玉親父、目玉親父は、水木しげるの漫画、ゲゲゲの鬼太郎、九代、墓場の鬼太郎の主人公、鬼太郎の父親、正確には、一度死んだ父親の分身体である。アニメ、ゲゲゲの鬼太郎第一作目より、ほとんどの媒体において、名の中イサムが二千十年に亡くなるまで担当した。その噛んだかい声は、印象的で、 モノマネのレパートリーとしてもよく用いられる、おい鬼太郎、のセリフが有名。なお、2007年の映画化及びアニメ放送に伴うプロモーションでは、他の中のプライベートを織り混ぜたオリジナルの設定追加も見られた。他の中の死去後に制作された NHK の番組では、青野武史が代役を務めたが、青野も2012年に死去、その後は、 島田聡氏が代役を担当するようになる。2018年のアニメシリーズで初代鬼太郎役だった野沢雅子がキャスティングされ、メディアなどでは正式な二代目と報じられている。鬼太郎の父親、眼球に体がついた姿、身長9.9センチメートル、体重33.25グラムと手のひらに乗るサイズだが、非常に博学で知識面で、 鬼太郎たちをサポートすることも多い。かつて地上を支配していた種族である、幽霊族の生き残りであり、鬼太郎誕生以前は、婦人の病である、溶ける病を患い、ミイラ男のような風貌をしていた、離病前の風貌が、原作において、描写さたじはなく、アニメ第六作十四話にて、初めて描写された、後日。身ごもった妻とひっそり暮らしていたが、 生活の手段として売った血液が輸血した患者を幽霊化する混乱のもととなってしまう。調査に訪れた血液銀行の銀行員、水木に身の上を打ち明け調査の引き伸ばしを願い出たが、妻ともども病死。鬼太郎を案じて自らの遺体の左の眼球に魂を宿らせて生き返り、眼球に小さな体と手足が生えた現在の姿に変わったため、目玉親父と呼ばれるようになる。 なお、実写映画版では、目玉親父となった時期が、江戸時代と変更された、原作では戦後。ただし、久しぶりに会った相手に、数百年ぶりだな、目玉と姿の変化に驚く様子もなく、言われる場面もある。仲間妖怪の多くが鬼太郎の誕生以前から、窮地の中だが、みんなそうじて、目玉親父としか呼ばず、自身も本編で一度も名乗らないため、 本名は不明である。趣味は茶碗風呂。自宅で浴槽として使われる茶碗は、鬼太郎の食器と兼用である。第4作1話では、長犬しすぎて、鬼太郎に、そろそろご飯食べたいと文句を言われている。アニメ第3作以降は、茶碗以外に、風呂のバリエーションが増え、ワンカップ風呂、湯飲み風呂、紅茶風呂、お気に入りは猫娘が持ってきたアールグレー、コーヒー風呂、砂風呂、 酒風呂、泡風呂、とうもろこしのげで作った、とうもろこし茶風呂、玄米茶風呂、皿風呂、鍋風呂、かき氷風呂、いちごパックを使った炭酸水プールもある。人の家にお邪魔した時に飲むように出されたお茶に浸かることもある、第4作4話など。入る理由は、極めて清潔好き、涙を隠すためなど、いくつか語っている。鬼太郎誕生まで、 世界中を放浪していたため、世界中の妖怪について迫学。ほぼすべての妖怪の種類、性格を知っている。エンマ大王とも旧知の中であり、親子に大王子記事記に依頼をすることもある。第四作一は、夜の会。百鬼夜行の鬼など。他に、インカの旧文明人や、悪魔などにも知り合いがいる。なお、目玉親父に限らないことだが、 普段どのように罰を受けていない妖怪が地獄と現世を生き来ているのかはエピソードによってまちまちである。渡かり歩み可能な秘密の地下道、死人の魂、霊界列車など、鬼太郎同様に生命力が高く、踏みつぶされて、髪のように薄くなっても、目玉部分を潰されても、天ぷらにされて、大火けをしても、しばらくすると元通りになる。原作、鬼太郎国取物語では、 鬼太郎ともども、飲まず食わずで10年間もの間活動できることが明らかになっている。原作、妖怪獣で右目を潰された鬼太郎の左目に入り、目の代わりを務めたり、原作、雨降り天狗でも指でっぽで失明した雨降り天狗の右目に移植されるなど、眼球としての機能もそのまま残している。彼の死死導体は、もともと死神経である。まぶた、 黒目部を覆う蓋のようなものがある。水木しげるは、泣いたり寝たりするのだから、まぶたがあって当然とし、原作でも眠る際はまぶたを閉じている。口は、非常に小さいが、唇を突き出したような形で眼球の前下方にあり、出したり引っ込めたりできる。ただし、原作やアニメでは曖昧、メメレンの原作及びアニメ第2、3作では、黒目の中央から息を吹きかけるシーンがあるにされている。 アニメ第四作までは食事シーンがめったにない、声優の他の中は食べたところを見たことがない、一度たくさん食べてるところを見たいと語っており、第五作でかなっている。好物はラんぼ、梅、朝食には蝶炉を飲む。アニメ五作では魚の目玉のスープやシュークリームが好物で飲食するシーンも描かれた黒目の下あたりが口のような描写。食事シーンは、 頻繁に見られ、方イコール黒目の両斜め下や腹を膨らます演出がなされる。また、同5作目ではくしゃみをして鼻水、または痰を吹き出すシーンもあるので気管支も持っていると考えられる。歯はない。基本的に裸だが浴衣や白衣などを着ることもある。また、イギリスの高王にアニメ第5作では白山坊からもらったシルクハットや サンタクロースからもらったこの世にただ一つしかない靴など、衣も所有している。なお、アニメ第5作の第4エンディング、夏の魔物の映像では、芸術家スタイル、カラフルな上着を着て、アフロヘアーのかつらと、赤ベレー帽をかぶり、エフレを担いだ姿で登場した。目玉親父を用いた商品もあり、新鮮組、メイド、クリオネなどに噴した日本各地のご当地商品として、 キーホルダーストラップなどに採用されたり、目玉、親父 PC カメラ、株式会社ゲート発売されている。ニコンの銀円コンパクトカメラ、ニコンミニこと AF600 のイメージキャラクターとして起用されたこともある。また他のキャラクターと共に缶ジュースにもなった、目玉の親父シルや、ネズミ男汁株式会社へコむ。この場合の、シルはドリンクと読む。また、 コンタクトレンズのイメージキャラクター、成功コ,コンタクトレンズ株式会社に起用されたり、目薬の商品名、目玉親父の目薬、寺島薬局ともなった。また、1994年4月21日に放送された TMN のオールナイト日本終了スペシャル日本放送では、金レナオトへの質問役として出演した。アニメ版のエンドロール表記が、 第一作、第二作では、父親。第三作では、目玉。第四作以降は、目玉親父となっており、第四作劇場版、妖怪特急。幻の記者では、目玉の親父と、木、鬼太郎からの故障は、原作では、お父さん。歌手本書記では、おとっつぁん。映像作品や、水木以外による、派生漫画では、父さん。仲間妖怪からは、目玉。 親父、若い妖怪からは、親父さん、猫娘からも同様だが、彼女は、将来の義父の意味合いで、お父さん、お父様と呼ぶことがある。人間の子供からは、目玉の親父さんと呼ばれる。また、地上への秘密では、世界の目玉なる異名で海外の知り合いから呼ばれ、大ボラ鬼太郎で、解決黒ずきんと名乗って開業した、罪男に協力する際は、黒ずきんの顧問。 不思議博士と名乗った。水木しげるの古代、出雲など、水木が晩年に描いた自伝や伝説、民話、神話などを扱った作品にも登場し、作中で作者の水木と共に解説役を務めている。生前は妻ともども病に蝕まれて衰弱していたが、肉体を失った者の死後に、目玉だけで蘇るなど幽霊族特有の強い、生命力、霊力を持っていることが伺える。 人には鬼太郎が不覚を取るほどの強敵を倒すことも、アニメシリーズ第5作では、通称、七つの最強伝説を持っており、第90話、新年大暴走。鬼太郎歌者では、鬼太郎ですら、一方的に倒されてしまう強豪の歌者を、鬼太郎自身が、世にも恐ろしい方法と青ざめ震え上がるほどの手段で、倒して構成させたこともあるという、歌者は、 この件で目玉親父にだけ頭が上がらない。その体の小ささを活用し、敵に飲み込まれたり自ら体内に侵入したりして、内部から攻撃する。他にも、などのバリエーションがある。幻の汽車、アニメ第二作、第二十六話にて使用。時を遡る汽車を召喚し、乗った者の,の状態を過去に戻す。吸血鬼 P に、吸血鬼にされた。 鬼太郎や村人たちをこれで元に戻した。この術は、親がこう思う強い心があってこそ可能。逆持ち殺しより、さらに消耗が激しく、1ヶ月は起き上がれないほどのダメージを受ける上に、寿命が10年縮む。使用後に目玉は倒れ、鬼太郎が悲しい表情で搬送しており、次回まで入院する羽目になった。アニメ第3、4作ではこの記者は、 エン大王の管理下にあり、使用者が消耗する様子は見られない。一期では、現代っ子の気質を見せる鬼太郎を嘆いたり、二期では、貨車のような強力な妖怪を相手にすると知って、行くなと言ったり、半魚人の罠でかまぼこになった鬼太郎のために借金までするな、様々な面における親心が強い。幽霊族の生き残りということで、鬼太郎のことを妖怪の中でも、名門の生まれと、 花高高に語ることも。第一期では、瞳を開けたまま失神したり、と、眼球全体から涙を流すなど、第二期以降と表現が異なる描写も見られる。ネズミ男を鬱陶しく思っていることが多く、顔を見ただけで文句を言うことも。第二期では、レンジャー舞台に憧れていた。黒目の中に、幻、天道夢子の祖母の代から現代までの歴史を見せる、鏡じじい。 黒目から光線を出し、削り取られた名前を再現して見せる、お化けナイターなど、アニメオリジナルの技を、たびたび披露した。鬼太郎をベタボメする親若な面や、過保護な面が少なくなり、うぬぼれる鬼太郎を戒めることもあった。タバコを吸うシーンもある。鬼太郎と夢子の交際を応援する傾向にあり、41話で、デートの準備をしているところをからかったり、49話で、 邪魔なネズミ男を食べ物で釣って二人きりにしたりしている。これは、このシリーズの鬼太郎は母である岩子が人間という設定が地獄編で明らかにされたことによるもので、他のシリーズでの目玉親父は、鬼太郎と人間の女の子との恋愛は、人間の寿命は長くも約百年であり、人間を愛しても、妖怪の鬼太郎だけが残され孤独な思いはさせたくないと反対する傾向にある。 地獄編六話の回想場面で、アニメでは初めて目玉だけになる前、闘病中の姿が登場。ただし、原作のような包帯姿ではなく、布団の中から髪と目と手が覗くのみ、行方不明になった妻を探すために、動かない体を捨て目玉になり、妻の墓と彼女が残した鬼太郎を見つけたとされた。以前より、親バカな面や、過保護な面が見受けられるようになった。 鬼太郎が食べられたりしてしまうと、愕然として涙を流すというパターンがよく見られる。一国堂の言霊で変えられた姿は人形、目玉のおもちゃと故障だった。人の家にお邪魔した際に飲むように出されたお茶に浸かるのが定番。この木においては、マスコット的な役割を前面に出されている。そのことから、非常に俗っぽく、親父らしい面が多く見られるようになった。 第4作以降の少々過保護な言動に加えて、肥満を気にして様々なトレーニングを試す、蓄音機を、ルームランナーとして使用するなど、花火の爆音で気絶、7話。その直後に太郎を救うため、命がけで地獄の炎を借りたことで克服した模様、お笑い、番組を少しずれたセンスで、楽しみだじゃれを連発する、11話などである。流行に割と敏感で、ミーハーなところも時折見せる。 二話で猫娘を鬼太郎の嫁にと考えている発言をしているが、その直後に親子をして彼女にかなり失礼なことを言っており、どこまで真剣か疑わしいが、結婚するのは自分ではなく鬼太郎だということ自覚しており、妖怪には人間とは比べ物にならないほど長い寿命があるのだから無理強いするつもりはない。五作の設定を取り入れた、 漫画、妖怪戦物語四巻では、猫娘の料理を高く評価しているが、その料理をけなして叩き落としたネズミ男に、バケツの水をぶっかけたり彼が逃げ去った後でも、バケ猫おでりながら、コマの枠線に噛みついたりしている猫娘を見て、目玉親父は鬼太郎の髪の中に避難し、将来は鬼嫁と言っており、鬼太郎も苦笑しながら同意している。終了翌年に、 他の中が死去したため、彼が演じる目玉親父は、これが最後となった。デザインと設定などはこれまでのシリーズと変わりはないが、他の中の後任として、かつて初代鬼太郎を演じた野沢雅子が担当することになった。何かと鬼太郎の身を案じ、息子の不死性を信じながらも、時におろおろとして、涙を流すなどの愛情を深さは変わっていない。ドライで閉鎖的な性格の鬼太郎とは、 対照的に好奇心旺盛で、スマートフォンに興味を示すなど人間世界に興味を持っている。一方、窮地を救ってくれた犬やママナに対し、そっけない対応をする鬼太郎を叱りつけて、きちんと礼を言わせる、2話など、しつけに厳しい父親でもある。19話では土産入道たちに騙された子供たちに、長々と説教を始め、猫娘が切り上げさせた。原作や、 従来のシリーズと異なり、本作では、西洋妖怪のことはよくわからんのじゃと言っており、自身の知識としても日本国内においても、西洋妖怪のことには、謎な部分が多いような認識となっている。第十四話では、枕返しの夢ぐりの鈴で、大人たちを夢の世界に閉じ込めていた幽霊の少女、夢ぐりの鈴の少女の猛攻から鬼太郎を助けるべく、枕返しの協力で、 生前の本来の姿に変身し、鬼太郎を救出した。本体の姿は、砂掛けばあいわくもともと、男前とのことで、実際に、当時の姿は、頭身の高い銀髪の美男子であった。作中でこの姿を実際に目撃確認できたのは、退治した、夢ぐりの鈴の少女と、わずかながら意識が遠のく鬼太郎の二者のみで、 生まれた時にすでに目玉だけだった父の本当の姿を見たことがない鬼太郎は一度会って見てみたいと童話の冒頭で述べていた。なお、溶ける病罹患前の姿が描写されたのは原作を含めた全シリーズを通して初めてとなる。第一作の時代よりもずっと以前の年代が舞台で、第一話の初登場時はまだ目玉親父になっておらず、夫人の病に侵されて、 ミイラ男のように全身を包帯で巻いた状態である、本体の姿だった、声、ゴーリ大介。一話の中盤で、肉体は、滅びるが、生まれてくる鬼太郎のことが心配なあまり溶け落ちた。左目に小さな体と手足が生えて、その部分だけが蘇生することでしょい、目玉親父となった。鬼太郎ともども原作初期のややアナーキーな性格を、反映しているため、目玉になってからも、 本編内の時間軸上後年のシリーズで特徴の一つともなる年齢の高さを感じる言動が少ない。例として目玉が血走ったり、鬼太郎にものすごい剣幕で怒ったり、ネズミ男に口汚ったなく単価を切ったりする。恋にうつつを抜かして大切なちゃんちゃん子を偽物にすり替えられるという幽霊族としての自覚に欠ける鬼太郎の不甲斐なさを嘆いて自殺未遂を起こしたことがある。 ただし、息子の目の前で夜間の蓋を開けて、中へ飛び込むという方法だったため、驚いた鬼太郎により、即座に救出された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。